宇都宮市インターパーク倉持呼吸器内科の倉持に院長が1日までにツイッターに投稿。自民党総裁選を伝える報道を引用し、コロナ禍のために困窮している様々な業種を挙げた上で 1.5 年何もせず、銀座に飲みに行き、選挙の時だけ票が入るなどと思っていたらそれは大間違いと投稿した。倉持院長は自民党総裁選を前に菅首相が二階幹事長の交代を検討しているとのテレビ報道を引用し、今考えるのは自分らの保身ではなく、まっとうなコロナ対策、困っている飲食観光医療福祉保育、共働き若い世代、労働理事会後の高齢者世帯、子供大学生や生活困窮の若い世代、非正規雇用者。1.5 年何もせず、銀座に飲みに行き、選挙の時だけ票が入るなどと思っていたらそれは大間違いと投稿。別のツイートでも建築も運輸もイベント会社も航空業界も農家も卸もです。他にもたくさん多くの人が困っています保健所の方や県職員、厚労省の職員の方も、みんな必死。困ってる。いい加減に気づいてほしいと政治家に求めた。